はい、もうちょっと曲がってね。はいはいはい。はい、そこら、そこら辺だな。で、広はもうちょっと前。もうちょっと前だな。じゃあ。じゃあ。ゃあはい、もうちょっと。せーの。じゃあ。いやなんでしちゃったの？はい。もともとおかしいから来ちゃったの。本日。はい、どうも、ベイクドポテトの闇です。どうも、オリです。久しぶりです。久しぶり。何してたの来ちゃったり来てさせたり来ちゃっ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 たり。午前の部終わって見切りも作ってグラグラしてたんですけど、その子がねあの説教系でね、とてもなくてやばかったですよ、本当に。あれは名言出ましたからね。逃げ作ってる考えあれなんだよ、マジ。いやー、いい名言だったわ。とってももうね、最強の弱みもね、握れたからね。やめろ。だんだんカメラに近づいてる気がする。機械だ。午後、なんか、なんかしようかな。なんか、あれ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 ちょっとこの、レーンが。あれ行きます。これちょっと気になります。カメラ入れさせないと。じゃあ、そこの、あそこら辺にちょっと緑の柱が。あれ、ジェットコースター誰行きますか。行きますか、ヒロ君の大好きなジェットコースター。行くの。ヒロ君大好きですよね。行きます。あ、行くんですか。はい、頑張っていますよ。よし、じゃあ、移動。はい、はい。どうぞ、なるほど、足りてないよ、これ。横見たらこいつもう超目つぶってんだもん。もう放心状態かな。ヒロ、あれならさすがに大丈夫。さすがにこれだけいくらなんだよ。でもちょっと軽くない。一回やらせるか。しかも早いよ。重力おかしいやん。イエーイ。これ観覧車ですね。あの4つぐらい透明なやつあるんだね。観覧車ってなんか真ん中に時計ついてるイメージあるそれ横浜。ああ、横浜の方なんじゃないの。横浜だっけ。なんかあれ横浜っすよ。だっけ、はい、時計ついてあるよね、真ん中にね。横浜でハムハムしてんじゃねえよ。ハム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 ホモ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 してんのは。ホモホモ言うと思う。多分大丈夫だね。スピードがないよりまだマシかもしれない。はい、今、はい、観覧車に乗りました。イエーイ。はい、高いっすね。まだ全然高くねえよ。まだ若干高さありますよ。地獄の12分間の始まり。12分だから
ラジオみたいに流れてますけど。音声オンオフ。赤いボタンで。押しちゃい、押していいのかこれ。お、押しちゃう、押しちゃう。押すなよ。押すなよ。なよ絶対押すなよ。絶対押すなよ。言えたやつ。バカにしてんの。じゃあやっぱさ。自分バカにしてんの。やっぱ俺重いからこっちに固まえてる気がするんだよ。なんかそれ否定できない。なんか若干こうなってる、ね、なってる気がするんだよね。ただ誰の体重でやろうともなんか変わんない気がする。じゃあちょっと一回広がってみる。一回広がってきてみる。ちょっと怖いな、立って怖いな、怖いな。あ、でも今こう傾いてるね。うん、傾いてるね。はいはいはい、はい、でちょっと広がってみる。広がってみる。なんで俺は動かんあ、揺れてる揺れてる揺れてる。あ、今こっち行ってんね。今こっち行ってんね。揺れてる揺れてる。怖い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 。ちょっと待って、揺れるから揺れるから立たないで。揺れるから立たないで。今日絶対立つ。あー面白いな。今日絶対立つ。絶対に立っていけないからな。これ振りかもしれない。振りでもやめて締め。そうですね。いや、がっつり刈り壊ってると見えちゃってる。すげえ。ちょっと待って、それってパワースラム負けみたいな。え、おい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 、ちょっと待って。え、あっちって敷地だけどまだ使われていない的な、うん、だと思う。ガチのリアルサバゲーできるやん。できるできる。大きいよ、敷地は。おお、今最長ってんじゃない？ヒロ、あっち見てみる。あのヒロ、手汗やばい。手汗やばい。なんで？もうあの手冷たすぎてやべえやべえ俺。手冷たい。そろそろ終わる。もう終わりか。なんだ、つまんねえな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、これ今回ちょっと強めにしても大丈夫なんじゃない？ここはパー4。結構強めに。いいじゃね、いいじゃね。うまいじゃん、やるよ。あ、おう、さあ、え、どうしようこれ。やりくん、やりくんがやってくれ。ショートカット、ショートカット。あ、見つかった。いいじゃん、もういいじゃん。あ、白いより遠い。はい、最初。カメラ、カメラ、カメラ。俺絶対下手だって。あ、斉藤は。おお、あ、斉藤。あー、うわー。下げてる、下げてる。よし、はい、次お兄さん。よし、もう最初めんどくさいんで、そこの次から始めてください。ダメだ、いちいち最初からやってたら時間がかかりすぎる、はい、お意外と正規ルートを取っていたぞ、お兄さん。正規ルート、この順でいくと、お兄さん、隊長、はい、俺、ヒロかな、順番は。なるほど。最初の次3打席目ですよ。頼んだ。いけるわ。無理か。でも正規ルートじゃないとこれ無理だよな。なんだっけ、あの縁に当てたらなんかっていうルールなかった、ヒロ。あれに当てたらラッキー、なんかあの穴に入ったら的な。あんの？わかった、正規ルート。はい、ラッキーホールに入ったボールはボーナスとして実はないです。ラッキーホール、つまり要はここに入ればマイナス1されて、この周辺からもう1本打てるってことですよ。すげえじゃん。ちょっとチートしようっすよ。で、次隊長っすかね。これは絶対狙っていくね。
やばい、今カメラ見せたかも。カットしておいてください。大丈夫です。あのモザイクかけられるんですか。カットしておいてください。いいぞいいぞいいぞ、いったー、すごいぞ。やるやん。やるやん。隊長っすね、次。次4打席目となっております。ここパーです。パパーパパー、あの白の方位置を覚えておいた方が。お兄さん、お兄さんのお兄さんのとこどかしておいて、あの大体の位置を覚えて、あの何かでマーキングしておいてください。 OK。 マーキングできたよ。どかしておいて正解だったの。お兄さん、さっきのところに一回ボールを置いててください。これ俺やな、ええ、これ俺やな。あ、お兄さん、もう一回ボールとかしておいてください。はいはいはい、いいじゃん。おっ、おお、次お兄じゃない。次お兄さんですね。あ、俺の位置覚えとこう。あ、みんな危ないね、なんか。お、帰ってくるか、帰ってくる。はい、じゃあ次どうぞ。お兄さん、何打目ですか、次。ここで 4、はい、パーです。ここで入ればプラマイゼロです。これまだ1だったわけ。あより上手だったぞ。はい、お兄さん、どうぞ。連発です。キロね、次で入ればイーグルだからマイナス2だよ。え、あれ、行ったり来たり。お、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 プラマイ。あ、俺最初っすね。はい、あのこういう最初に弱すぎるつらいっすけど、めっちゃ強い。ああ、マイナス1。いかない。あえて強くやってマイナス1って言ってもありかも。ですよ。ありゃ、あ、いいや、いいや、もうそこでいいや、ラフで。そこからの、そこからで。あ、ちなみに隊長、今何打席目ですか。6。あ、ダブルボギー、ここで。はじいた。俺の覚えてる。隊長、ここで決めてトリプルボギーかな。はい、強いかな。ああ、おっと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 。はい、隊長、ここで決めないとまずいっすよ。本当に弱くていいっすか。お、お、惜しい。でも近づいた。多分ギブアップだった。ギブアップだった。まあ、とりあえずあと1回、あと1回。まあこれでプラス4にしておきます。トリプルボギーにしておきましょう。入らないやつ。入らないやつ。おっと。もう触れるだけでいいっすよ。あと。はい。はい。第一はあのプラス3。お疲れ様でした。はい。はい、次はやっときました、オレンジ。さあ。えい。お、イーグル。イーグル。マイカー今プラス3って言いましたけどね。うん。イーグルって毎回知らんかね。そんなことはなかった。なかなかね。はい、次行ってみようか。3打席。お、いいじゃん。欲しい、欲しい。1回の戻り、なんで戻るんだ。出た。記録お願いします。4、4だよ。4だからここでプラマイゼロ。よい、おお、さすが。うまい。で、次お兄さんをまた何打席だ。6ぐらいですか。適当。ちゃんと覚えててくださいね。うまい。はい、本当あって俺のこと言ってるのか。6じゃあ、6ぐらいだ。プラス6ぐらいだ。分かんない、覚えてるや。6か4か、じゃあ4じゃない、絶対4は。で、俺ここで決めたら3だからバーギー。ボギーな、それがわからん。バーギー、バーギー、ボギー。マイナス1。イエーイ。やば、初めてのマイナス1。荷物回収しましょう。何だっすか。よし、結構。1、
1、2、3、4、5、4、4、1位タイ、よし、おお、2位ヒロ、やったね、さ、ビリお兄さんあ、何気にビリだった。なんか途中いいショット見せてたんだけどね。ね、なんででしょうね。最後入らん。最初ギブアップ取ったのにすげえ挽回したな俺。いやー、しますか、しますか。あ、もう一回したいね。結構楽しいんだけど、